武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。それでは広島大学の勉強について話していきたいと思います。広島大学ですが、まあ、文系理系ともにですね、学部学科が多いかなり大規模な、大学となっています。そんな広島大学ですが、入試の難易度、まずセンターの点数ですね、こちらが大体、まあ、簡単めな学部学科で 65% 程度、平均は大体70、前半から 75% にかけての、点数が、目標、まあ、できれば7割後半とか75を超えていきたいような形ですね。ですが、まあ、一部、年度によっては、8割弱、必要な学部、もあります。で、医師薬系統ですね、これ全部あるんですが、医学部に関しては最低 88% できれば9割超え目標で、歯学部、こちらは8割目標ですね。7割後半から8割は超えたいという形で、薬学部、こちらもちょっと難易度高めで8割前半、8割は超えたいという目標ですね。できれば 85% 目標にしていきたいような形となっています。まあ、そんな広島大学ですが、割とまあ大規模で、結構ですね、まあ、難易度もまあ標準か標準よりちょっと高めな難易度が出て、技術力結構要求される問題が多い形式となっています。なのでちゃんと2次の対策しないと、あのセンターの延長で対策できるような科目はほとんどないので、やはりその2次試験対策はちゃんと時間とってやらなければいけません。そういう意味で、ある程度早い段階から2次対策しっかりやっていくことを意識するようにしてください。まあ、幸い科目数自体はですね、まあ、医学部はちょっと違いますが、文系学部なんかは科目数もそんなに多くない分、対策しなきゃいけないこと自体は、まあ、やらなきゃいけないことはありますけど、科目少ない分そんなに時間かからずにもやれますので、そこにしっかり時間を割いてですね、仕上げられるようにしていってください。そんな広島大学ですが、まあ、あの教科科目の勉強ですね、ある科目が英語、数学、国語、物理、化学、生物、小論文とありますので、自分が見たい、教科科目を選択してください。地学については割愛いたします。